三菱東京 UFJ 銀行大手町ビルは、かつて、東京都千代田区大手町一丁目にあった、超高層ビルである。建て替えのために2012年に解体された。旧名称、三和銀行東京ビル。1973年に、皇居、大手堀、内堀通りに面した千代田区大手町一丁目一番一号に、 三和銀行設立40周年を記念して、三和銀行東京ビルが竣工した。その後、三和銀行は2002年に東海銀行と合併し、UFJ 銀行、2005年に東京三菱銀行と合併して、三菱東京 UFJ 銀行と業名を変更し、これに合わせて建物名称も変更している。最高部の高さは99.7メートルで、 これまでの日本の銀行建築で100メートル近いものは例がなく銀行の構想化が話題になった。内堀通りから日比谷通りまで連続した敷地を持つのは本ビルのみでビジネス街の日比谷通り側には営業部門が入る低層部中央に同行の東京本部が入る高層部、皇居側は1650平方メートルのプラザとし低層部屋上にも庭園を設けた。 黒の花崗岩仕上げで、前回にバルコニーを持つ堀の深い外観を有する。二重ガラスの窓は、南北側で1.5メートル、東西側では2.6メートル外壁から引っ込めて、あり、直射日光を遮り地震時のガラス落下防止の役割を持たせた。建物の外周は、歩道と一体となった、公開空地を提供している。低層部の床面は、 道路より50センチメートルほど下げ、高層部のエレベーターも中央からずらし、日比谷通り側、内堀通り側から向こう側を見通せる四角の道を形作った。1975年に第16回 b c s 賞2008年には日本建築家協会主催第8回時夜25年賞を受賞した。その後南側に隣接するリソナ。 マルハビルと共に建て替えられることとなり、2012年より解体に着手。本ビル跡地には、2017年1月に大手町パークビルディングが竣工した。また再開発外区は大手町ホトリアと命名された。ありがとうございます。